皆さんこんにちは。今日もお邪魔をさせていただきました衆議院議員の青山周平です。この保護猫ライブ、始まりの頃からフラッと、ライブに寄らせてもらって、そこからご縁いただきまして、毎回お邪魔するようにしております。今日は米津 の町内会の皆様方、また中根文彦市議もお見えで、地域猫の会ということで、私実は岡崎でも岡崎は自宅があるんですが、そこにある一角で保護猫の餌やりをやりたいということを町内会長さんに言われて、でそこを保護猫する知るきっかけでした。なかなか理解できないことがあったりするんですが、私毎回お話しするんですけど、野良猫に餌をやってると餌なんてやっちゃダメだよってみんなから言われやすいんですが、この保護猫の会の皆さんは一旦その猫を一旦捕まえてですね、捕まえるとき大変なんですね、すごい大変なんですが、捕まえて子供が生まれないように避妊をして、そして地域に戻して、そこで天寿を全うしてもらうために餌をあげるっていう活動をして見えるんです。パッと見理解されにくいので、それダメだよって言っちゃう人たちいるかもしれないんですが、この活動が本当に幅広く広がって、この西尾市で幸せな猫たちがね、天寿を全うしながら次の世代に野良猫を残さないって、そういうことがしっかりできていくといいなというふうに思ってます。これ町内会の皆様方のご協力なしでは絶対にできないことでありますので、まさにこの米津校区の皆様方、また米津さんが中心となってクラウドファンディングやったり、いろんな新しい試みしていること大変素晴らしいと思います。これからもしっかりと応援させていただきたいと思います。皆様方もご理解いただきながら、ご協力をよろしくお願いいたします。終わります。